スケッチ。喫茶店でバイトをしていた時の話。寂れた喫茶店で、時間帯問わずいつもガラッとしている店でした。ある日、一組のカップルが来店して、コーヒーを一杯ずつ注文したきり、延々と席に座っている。ほんと、座っているだけなのね。話もしないし、お互いの顔を見るわけでもない。うつむき加減に二人ともじーっと座っている。そこにもう一人客が入ってきた。若い男性で、この人はしょっちゅう店に来る常連さん。漫画家なのかイラスト関係なのかわからないけど、小さいスケッチブックをいつも持っていて、店内の風景だとか、コップや食べ物をスケッチするのが日課みたい。案の定、例のカップルをいい題材だと思ったのか、サンドイッチをパクつきながら、盗み見して鉛筆を動かし始めた。コーヒーのおかわりを持っていくついでに、何気なく描かれたスケッチを見て、ほんとびっくりした。四人用の席に向き合って座っていたカップル。その男性の隣に、もう一人同年代くらいの女性が描かれていた。絵の中のカップルは、やはりうつむき加減で、暗い表情で描かれていたのだが、その、いないはずの女性の絵は、すごく楽しそうに、はしゃいでいるような描写の仕方で、違和感がありすぎて不気味だった。いたずら心でそれが描かれてあったのか、それとも実際そういう風に見えていたのか、それはわかりません。すれ違ったおばあさん。高校の時の学校の帰りのことです。当時付き合っていた彼女と、ちょっと歩きたいねって、いつも一緒に降りる駅の一つ手前で下車して、駅前から続く山道を手を取り合って登っていきました。高い山ではなく、30分もすれば頂上に着いて、そこから見える瀬戸内海の海を見ながら一休みして、いつも降りる駅に続く別の道を使って下山しました。よく考えると、下山の途中、散歩のおばあさんとすれ違った以外は誰ともすれ違っていませんでした。30分ほど山を降り、彼女を連れて家に帰りました。帰るなり母親が、あんた財布落としてない？というので、なんでだよと言いながらポケットに手を当てると、確かに財布がない。でも待てよ、さっき山の頂上で缶コーヒー買った時にはあったぞ。母親の話では、ついさっきおばあさんがわざわざ届けてくれたらしい。なんでも私の財布の定期の電話番号を見て、電話してから持ってきてくれたらしい。私は彼女と顔を見合わせ、お互い不思議な面持ちで話しました。さっき山ですれ違ったおばあさんだろうけど、いつ追い抜かれたんだろうね。確かに山頂の公園には公衆電話もあったが、それにしても時間的に絶対無理なはず。オカルトって言っていいかわからないけど、どうにも不可解な出来事でした。
自業自得。幽霊の話ではないけど、高一の頃のバイト先での出来事。同期の子がいたんだけど、別に普通の子だった。私は年も近かったから、結構仲良くしていたんだ。でも、彼女のことを嫌いな先輩がいて、すごい陰険ないじめをやり出した。先輩なんだから、すべて敬語で話せとか。他の後輩にはそんなこと言わないのに、その子だけに。バイト先全体がストレスの吐け口にしていた。言ってもいない悪口を言ったとか。私はそんなのが嫌で、そのバイトを辞めたんだけど、彼女は続けていた。電話とかメールで彼女の愚痴を聞いたり、遊んだりしていたんだけど、ある日彼女が自殺未遂をしてしまったんだよね。いじめの主犯格や、いじめていた人たち、店長、店の責任者の名前を残して。彼女は今、入院している。精神的にもダメージを受けてしまって、何度もお見舞いにも行ったし、退院している時は遊んだりした。それで怖いっていうのが、3年前、不況の煽りを受けて、個人店舗だったその店、ある会社に吸収されたんだ。その時、彼女をいじめていた人たち、まだ全員いたんだよね。吸収した会社というのが、彼女の親が経営している会社。当然、全員リストラ。家族もいるのに、未だ入退院を繰り返す彼女の病室で、土下座をして泣きながら謝っているけど、彼女も、彼女の親も絶対に許さない。その上、精神的外傷で医師の診断があって、傷害罪で訴えられて敗訴した。その人たち全員、医者料、治療費を払わされている。当然借金地獄。怪しいところにも手を出しているらしい。家庭崩壊、悲惨な目に遭ってる。まあ自業自得。でも生きている人間が一番怖いよね。仕事もなく、彼女にずっと払い続けなきゃいけない。まさに生き地獄。今誰かをいじめている人たち、どこでどうなるかわからないよ。落とし穴はぽっかり開いているからね。助けて。同級生の話、 A 子とする。 A 子は二人姉妹で、姉妹の部屋は一緒だった。ある夜、姉はベッドで寝ていて、妹は机に向かって勉強をしていた。うつらうつらとしていると、姉は嫌な空気を感じた。と突然体が動かなくなった。金縛りだ。目は開いていて、妹の後ろ姿が見えるだけだが、それ以外にもう一人いる気配がする。助けて、助けて。恐怖に襲われて、妹に助けを求めようとするが、声は出なくて、妹は机に向かって振り返りもしない。そしてまた、突然金縛りが解け、気配も消えた。妹に話しかける。私今、金縛りに遭っていてすごく怖かった。なんか人がいる気配がして。うん。わかってたんだけど、怖くて振り向けなかったんだ。
雪道注意。友人から聞いた話。友人が仲間とスキーに行った。深夜、スキー場までの道のり。山あいの川沿いの道を走っている時だった。友人が運転する車の前を走っていた四輪駆動車が、運転を誤って何回も横転しながら5メートルほど下の河原に転落した。友人たちは慌てて車を止めて、警察に通報し、河原に降りて乗っていた人たちを救出。幸い皆無事だったが、運転手を除いて救急車で病院に運ばれた。結局、積雪によるスリップ事故として片付けられた。スキー客の交通事故は、その季節はよくあることだから、別に不思議な話ではない。しかし、友人は言う。スリップなんかじゃない。突然車が真横にぶっ飛ばされた。まるで透明な何かに横から激突されたみたいに。銭湯の鏡。アパート暮らしの女です。風呂がないので銭湯に行っている。いつもの店が休みだったから、ちょっと遠くの銭湯まで行った。浴室には数人のおばちゃんがいて、楽しそうに話し合っていた。髪を洗っていると視線を感じる。洗い終えてから顔を上げたら、自分の前の鏡に知らないおばあさんの横顔が映っていた。横目でこっちを見ていた。洗い台の正面が鏡になっている。普通だったら自分の正面の顔が映るはず。死ぬほどびっくりした。びっくりしすぎると悲鳴も出せないって初めて知った。思わず後ろを振り向いたら誰もいなかった。というか、浴室に誰もいなくなっていた。さっきまで喋りまくっていたおばちゃんたちは、みんな更衣室に移動していた。もう一度鏡を見たら、ちゃんと自分の顔が映ったけど、絶対に見間違いなんかじゃないよ。体格もポーズも違うし、白髪だったし、目があったし。慌てて私も、浴室から出た。洗えたのは頭だけで、体は洗えなかったけど、それどころじゃない。あのおばあさんは誰？もう二度と、あの銭湯には行かない。幽霊の沼。あれは俺が一番やんちゃだった中学の頃のこと。俺が住んでいる地域には古い幽霊が出るとの噂の沼がある。まあ眺めていると水面に女の生首が浮かぶとか、池から手が伸びてきて引きずり込まれるなんていうありふれた噂だったか。その日、夜になったところで、友達とその沼に行ったんだ。その時はまだ、出入りも自由だったから。どうせそんなものは出やしないだろって、沼の周りをぐるりと一周。最初にいたところまで来たところで、あることに気がついた。沼を挟んだ向かいの岸に、誰かいるんだ。友達は、全員近くにいるから、おかしいな。誰なんだろう、と近づいて確認をしようとした瞬間、ドン、と背中を強く押された。勢い余った俺は、そのまま二転三転して
沼にドボン。幸い、大して深くはなかったんで、大事にはならなくて済んだが。後から知ったんだが、俺は友達がふざけて背中を押したと思っていたんだ。だが友達曰く、ドボンという大きな音がして、びっくりして振り返ると、お前が沼に落ちていた、らしい。よく考えてみると、あの時、近くとは言っても、5メートルくらいは離れていたから、突き落とすことなんてできるはずないんだよね。まあ今となっては、その沼も、フェンスで囲まれてしまったから、侵入はできなくなったんだけど。ビル10階。職場の後輩から聞いた話。彼、前の職場では、毎日一人で残業。帰りが午前1時2時になるというのもザラだったそうです。その日もいつも通り、ビルの1階のお店を閉めた後も、事後処理に追われて、気がつけば夜中の1時過ぎ。帰る前には、一旦11階にある事務所に寄って、それからまた1階に戻って帰路に着く。そんな毎日の流れよろしく、彼は書類片手にエレベーターへと向かいました。ちなみにそこは、俗に言う、出るという噂があるビルで、特に10階がやばいという話だったそうです。しかも、夜中の12時も過ぎれば、そのビルに残っているのは彼一人。守衛さんなんかも、裏口のドアがオートロックなのをいいことに、もう帰ってしまっているんですね。ただ彼は、霊感とは無縁の存在。今まで何にも怖い目には遭っていなかったそうです。その日までは。彼はエレベーターに乗って、11階に到着。書類をしまって、鍵をかけて再び、エレベーターまで戻りました。1階の利用回数ボタンを押して、今日も疲れたな、と、ほっと一息ついたその時。チーン。なんと10階で、勝手にエレベーターが止まったそうです。ドアが開きます。その先には真っ暗なフロアが広がっているだけで、まあ誰かが立っていたとか、そういう話ではなかったんですけど、彼は閉じるボタンを押す余裕もなく、恐怖に引きつった顔で壁に後ろ手に張り付いたまま、ドアが閉まるまでの数秒間を過ごしたそうです。その後エレベーターは無事1階まで降りて、彼は逃げるようにして帰ったとのこと。不思議なのは、その例の10階というのは、テナントも一切入っておらず、エレベーターの利用回数のボタンの10階を押しても、ランプすらつかないようになっていたんだそうです。後輩がそこを辞めるまで、後にも先にもそれが、ただの1回きりの体験だったそうですけど。Thank you.